こんにちは、折り紙Z です。はい、今回は、まあ超でもないんですけど、結構簡単な箱の折り方を説明していきたいと思います。はい、で使う材料は見ての通り1枚です。はい、はい、では早速折っていきましょう。はい、まず半分に折り筋をつけます。はい、反対側も。はい、そしたら開いて真ん中に合わせて折ります。そしたらここに真ん中に合わせております。はい、はい、でそしたら戻して真ん中に合わせてこんな感じに折り筋つけます。でそしたら今つけた折り筋で折ってここを開きます。で開いたらこの今この青い部分ね、青い部分を折ります。ちょっとごめんなさい。で戻して同じように折って折って戻します。はい、でそしたら最後ここをパカッと開いてで形をちゃんとつけたら、はい、簡単な箱の完成です。まあ簡単でもまあまあ結構時間かかったんですけど、まあこれ時期過ぎちゃったんですけど、なんかの箱に使ったりして遊んでみてください。はい、今回も見てくれてありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバイ。